どうも、おやつです。リマスター版で追加された全7体の最強ラスボスをヒューズ一人で撃破していくというこの企画。2回目となる今回挑むのは、魅惑の君こと最強オルロワージュです。それでは、早速最強オルロワージュの強さを見ていきましょう。まずは HP。通常版は25000から75000で敵ランクに応じて変動でしたが、最強版は10万で固定です。通常版と同様、残り HP に応じて3段階に行動パターンが変化します。第1段階は、オルロワージュ本体は行動せず、知恵、疾風、野生のいずれかのスタンドが攻撃してきます。知恵の行動は、催眠と天夢の一撃の2択です。通常版との違いは、どちらも対象が全体になっているという点です。疾風の行動は、竜巻、強風、磁気嵐の3種類です。磁気嵐はメカ特攻持ちなので、手軽に強くできるメカに頼り切っていると、これ一撃で壊滅します。野生の行動は、単体滅攻撃のサラマンダーと、全体滅攻撃のイグニスストリームの2つです。通常版では、電撃や超音波も使ってきましたが、最強版では滅攻撃の専門家になりました。3体とも序盤から全体攻撃を多用するようになりましたが、今回はソロ攻略なので、そこはもう満体です。HP が9万を下回ると第2段階へ移行。第2段階では、スタンドが常に2回行動となり、毎ターン肖像画に応じたバフがスタンドにかかります。中央の肖像画の効果は、通常版は攻撃の全体化でしたが、最強版では2回行動化となっています。が、戦術の通り、第2段階のスタンドは常に2回行動なので、何の意味もありません。どういうことなの？右の肖像画の効果は、運動性上昇のみとなりました。通常版では、運動性上昇に加え、行動回数を最大で3回に増やす効果があったので、以前より弱体化しています。左の肖像画の効果は、通常版と変わらず、筋力と集中力の上昇です。通常版では当たりの肖像画でしたが、最強版では他が弱体化したため、これが最も効果を発揮しています。また、第2段階になると、オルロワージュ本体も行動を開始します。通常版では、ごく稀にセレクションを使うだけの、ほぼニート状態でしたが、今回は、毎ターン必ず行動してきます。また、行動パターンも増えています。まずは、魅惑の君らしく、対象を魅了する、ファッシネーション。ヒューズ相手でもバンバン使ってきて、ちゃんと効果もあります。お前子もかよ。自身の身を一度だけ守り、ガラスの盾。盾を張られた状態で近接攻撃をしてしまうと、ブロークングラスの生体反撃を食らいます。全体をスタンさせる、撃風。ファストトリックで発動し、スタンすると、そのターンは完全に無防備になってしまいます。単体に、石化や毒といった様々な状態異常を引き起こす、セレクションも健在です。HP が4万を下回ると、第3段階へ移行。第3段階になると、スタンド3体が勢揃いし、オルロワ本体が強力な全体攻撃、3人の狂気を使い始めます。3人の狂気使用ターンは、スタンド攻撃はしてきませんが、オルロワ本体がもう一つ何かを使ってきます。第3段階からは、オルロワ本体の行動に通覚倍増も加わります。効果は、全体に最大 HP 引く現在 HP 分のダメージ。HP 半分以下で防御せずに食らえば、負け確定です。3人の狂気を使わないターンは、スタンド3体とオルロワ本体がそれぞれ1回ずつ攻撃してきます。ここからは、肖像画のバフはなくなり、スタンドの行動回数も1回に戻ります。第3段階へ移行後、スタンド3体とオルロワージュの熾烈な攻撃をしのいで、本体の HP をゼロにすれば勝利です。最強オルロワージュの解説は以上です。いつも通り、戦闘前にヒューズのステータスをお見せします。まずは、ラスト直前に勝手に加わるキャラを移動して、第1パーティーをヒューズ一人にします。装備はこんな感じ。武器欄には、ワンダーバングルとバックパックだけを装備。男の勝負に剣や銃などは不要、捨て頃で挑みます。防具は、仏棒と熱棒を重視して、パワードスーツと防護服。さらに、金製の取れた高い防御性能を誇るアクセサリー、天使のブローチを2つ装備。精神耐性もあるので、ファッシネーションやセレクションの対策にもなります。ス
キルはこんな感じ。まずは体術の、スープレックス、スライディング、バベルクランブル、ジャイアントスイング。みんな大好き、DSC の構成です。なお、当時アックンが広めていた、コンボの順番にスキルを並べると、最後まで繋がりやすくなるというのは、残念ながら、ワザップ情報です。補助術は、前回の最強ディーバ戦でも使った、保護のルーン、活力のルーン、盾の3種に加えて、麻痺、眠り、石化耐性を付与する解放のルーンをセットしておきます。ステータスの確認は以上。それでは、最強オルロワージュ、キューズ単独攻略。行くぞ！まずは保護のルーンで姿を隠します。隠れている間は単体攻撃の対象になりません。次は活力のルーンで自動回復を付与。隠れていても全体攻撃は普通に食らいます。次は盾で防御力をアップ。滅亡をカンストさせれば野生の攻撃は全く痛くありません。最後に解放のルーンで麻痺、眠り、石化耐性を付与。知恵の催眠やオルロワージュのセレクション対策です。準備ができたら DSC Dangerous Suplex Combo で攻撃していきます。 OK、 DSC が最後まで繋がれば1万2000程度のダメージになります。 HP が9万2万になったことで第2段階へ移行。毎ターン肖像画のバフが乗り、スタンドが2回行動となり、オルロワージュが行動を開始します。オルロワージュがガラスの盾を使ってきました。このまま近接攻撃を仕掛けるとブロークングラスで800以上のダメージを食らい壊滅不可避です。でもそんなの関係ねえ。なぜなら DSC はガラスの盾貫通、影響を受けないので気にせず攻撃できます。また通常の投げ技は使用したターンに自分を盾で守れなくなりますが、 DSC はそのデメリットもありません。そのため突撃性を含む知恵の全部の一撃や疾風の竜巻、強風はバングルでほぼ貫通できます。そんなわけで DSC は最強オルロワージュ戦において非常に相性のいいスキルとなっています。 DSC のコンボ数について。 DSC はコンボがどこまで繋がるかでダメージが大きく変わります。パンチのダメージを基準として最小の3コンボは 8.5 倍、4コンボは 15.6 倍、最大の5コンボは 26.2 倍です。コンボの繋がりやすさはこちらの筋力、運動性、丈夫さと対象の丈夫さの差、そして対象の残り HP 割合で決まります。敵の HP がたくさん残っているうちは、コンボが繋がりにくく、減ってくると繋がりやすくなります。セレクションの暗闇とバーサーカーは装備の耐性で、石化、麻痺、スイミンは解放のルーンで防いでいますが、ドクトスタンは耐性がないので食らいます。ファストトリックの鉄風のスタンが鬱陶しいです。スタン耐性はキットンソックスを装備すればつけられますが、そうすると全身鎧を装備できなくなるので、今度は防御力が足りなくなります。幸い、鉄風のスタン発生率はそこまで高くないので、足りない耐性は機動力でカバーすれば OK です。オルロワージュの HP が4万終わったことで第3段階へ。スタンドが勢揃いし、加熱した戦闘は上に危険な領域へと突入する。第3段階以降と黒の行動は3人の恐怖と風格倍増で固定です。ご覧の通り結構痛いので安定を取るなら防御しておくべきでしょう。鉄鉄、ここで負担を取られていたら結構危なかったです。無事立て直せたので再び DSC で攻撃していきます。ちなみに DSC の消費技ポイントは9万が使える技の中で最大の18。ダメージにもブレがあるので、コスパ的にはそこまで効率がいい技ではありません。HP が高い最強ラスボス相手に連射していれば、ターン切る前に技ポイントが尽きること必至ですが、こいつは最強ラスボスの中でも極端に HP が低いので、消費を気にせずゴリ押しできます。
というわけで、途中少しだけ危ないところもありましたが、ほぼほぼ安定して撃破。最強オルロワージュ戦を完走した感想ですが、通常形態同様、スタンド攻撃が突属性多めで、ワンダーバングルで対策が良い。さらに、DSC が、ガラスの縦貫通、縦発動可能、敵 HP が低く、ゴリ押し可能と、完全にメタを張っていたので、前回の最強ディーバについて、楽に戦えました。しかし、次回の最強神の狩猟は、脅威の HP30 万。今回のように、ゴリ押しで勝たせてはくれません。チューズの勇気が、世界を救うと信じて。ご視聴、ありがとうございました。